1秒0と安のイケメンとご紹介。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。第4コーナーをカーブ。はい、ということでいきなり早速流れてますけど、はい、選手のやつ、いや、わからない選手のやつ、いや、いきなり競馬流れてみんなびっくりしてる。予想TV や、先週予想したレースね。先週競馬の予想をして見事的中した。オレンジの真ん中の帽子の馬が最後届くもんな。確か俺この時めっちゃ眠たかった。うちの馬が残るよね。僕2着やったら負けてた。確かにきっちり差し切った。ギリギリね。はい、よかった。はい、はい、継続ね。はい、継続ということで見事的中しましたということでね。はい、湘南パンダでやっと箱開いたね。開きました。競馬好きなんですか？はい、好きです。あ、祝いの助けをかけてくれますよ。ちょっとピンクできたけど、うん、そうっすね。やっぱり今日はケンピンもいないし、まさかの2人でやっていきます。ちゃんと、あ、でも後で1人来るかな。いや、先週さ、あんだけ言ったのに1万円が誰も乗ってない。レイ君の予想なんか当たるわけがない。でも俺はレイ君の予想に乗っかって500円かけたら5万になりましたからね、それが。うん、素晴らしい。一番得したね、やつね。一番得しましたから、僕。ケンジの馬8着やったね。いいとこなかったね。そうなんすよ、うん、マジです。ケンピン、ケンピン明日のためになんかもう外れたからもう二度と出演できひん。外れたら、まあ、あの出演できひんからね。あの、入ってもモザイクがかかるようになるんで、もう、うん、顔にね。そうなんですよ。馬券買えばよかった。そうなんですよね。でも多分予想はみんな当たってたんだけど、買い方がみんな分かんなかったと思うからね。そうそう、うん、買い方の説明せなあかんのかな。多分そうじゃないですかね。え、なんかおっちゃんおるからね、あのウィンズ行ってたら。そうね、その人に聞いてもらったら、ね、緑の、そう、サマージャンボはやらないですね。あれ当たる気せんよね。多分サマージャンボもしじゃあ買いましょうっつって買って、来週から俺らがいなかったら当たってるからね、うん、完全にそれ完全に当たってるからね。新宿のウィンズって言ったら、そうそう、なんか変なおっちゃんがいっぱいいるわ。うん、おっちゃんがいるね。じゃあ今回もちょっと15分だけ予想してまいりましょうかね。前半に、前半、後半にやります。後半にやっちゃおうか。後半にやっちゃいます、うん、オッケーです。じゃあということでね、いやーすごいですね、よく当てましたね、本当に。うん、1年ぶりっていうかまぐれだよ。まあまあ絶対とは。てかこんな見てくれてたらさ、2000人ぐらい見てくれてるやんか。確かに。ということは1人ぐらい多分 4億。いや、みんながみんな買ってるわけではないと思うんだ。そうやね、うん、僕も最近競馬やり始めたんだけどね。まあ楽しいね。当たる、私勝手に当たってますね。今のところ負けてないです。言ってもあのレイさんの5万がなかったら負けてるけど。ダービー賞いいね。うん、本当に買えばよかったでしょ。買った方が良かったんだよ。だからどうやって選ぶの。なんかちっちゃい紙きれいに、そう、マークシートっていう変な記入する紙みたいなのあるの、うん、それに出たウォッカ、懐かしい、書いて、うん、なんか先にお金入れて変な機械にそこにマークシート入れれば馬券になります。もうでもこの説明アバウト。この企画あれやもんね、外れたら即終了やから。そうなんですよ、そうなんです。ギリギリやもんね。ギリギリ、もう当たらんな。いやいや、まだでしょ。もう当たらんやろ。好きな騎士は俺クリスチャンやな。俺タキユタからね、やっぱりタキユタか。もうユタカが来てれば大体そいつ買うからね。明日出てるかな。明日タケちゃん出てます。あ、タケ一番人気だ。明日タケちゃん一番人気、一番人気だった。あー、明日ね、明日はちょっと硬いねんな。自信が選手は全くなかったけど。タケちゃん、タケちゃんね、タケちゃんマンだよ、うん、本当に。まあどうしよう、みんなの競馬。みんなの競馬みたいになってるね。ヤスとレイの競馬やからね。そう、だって俺もなんかタイムラインで更新したんだけど、うん、今から放送しますよっていう。今まではなんかイケメントーク始まりますみたいなやってたんだけど、今もう完全に競馬予想始まりますって言ってるからね。もうただの競馬番組になってるから。一番いい時間帯もね、この時間。そうっすね、うん、今週は今回は先週があの芝のレースやったやんか。はい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 。今回は砂の、はいはい、この日本一を決めるみたいな、はい
はい、はい、うん、明日買うわ。月月4かな、うん、土日だけ、週末だけかな。週末ですもんね、あれね、うん、そう。だから明日はダートやから、まあ、去年のレース見てみる。どんなんか去年ですか。ケンジがおらんから、ケンジの本命の馬見てみる。一応見てみますか。はい、行ってきましょう。じゃあチャンピオンズカップやね、確か名前変わったよ。昔はジャパンカップダートっていうレースやってんけど、今回はチャンピオンズカップになったらしい。あるかな。あります。コンピュラーズ、そしてクリストライト、コパノビッキーはまだ中段の外を進んで第4コーナーカーブ直線コースに向いてきました。あのここの白いローバンレジェンド2頭が並んでいます。ごめんか、追い込み勢から。あ、はいはいはい。そして名村ビクタ今3番手の一戦、ローマンレジェンド北高タルマエ、あとは追い込んでくる名村ビクタ4番手の一戦から、サンビスタ、サンビスタ追い込んでくる北高タルマエ、北高タルマエ、ローマンレジェンド、そして名村ビクタ、名村ビクタ、北高タルマエ、北高タルマエ、名村ビクタ、北高タルマエゴール。じゃあ暑いそうです。で、この勝った馬が天品の本命かな。振り切りました。あ、はいはい、そうそう。で、俺の本命いく？行きましょうか。のんこの夢。のんこちゃん。なんか汚い名前が。のんこ、まあのんこの夢ね。うんこの夢。なんかさ、これインからちょっとアップして。アップしてみます？これ上がケンジかな。なんかこれが出馬表っていうのかな。そうそう。ケンジが、ケンジの本命がさっきの北高タルマエか。全然わかんない。よし。で、レイさん推しの1番のこれですね。のんこの夢。のんこの夢。この馬は若い馬やね、めっちゃ。なんてやろ、今年まだそんな走らないねんけど、レースあるかな。あります。うん、あると思う。武蔵野ステークスから、この間のレースから。のんこの夢、うん、あります。うん、一応筆頭に買うわけですね。あのさ、これもまたあの赤いお面かぶってるやつ。それそれそれ、あの外おるやん。え、あのな、おー、早っ。ほら、早いやろ。これのんこちゃん。これのんこちゃん。のんちゃん早いっすね。のんちゃん早いよ。うわ、のんちゃん早っ。のんちゃん激早じゃないですか。まあ、っちゃいつも差し寄るね、あの、後ろから。はい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 。のんちゃん早いっすね、のんこちゃんねえ。これ明日のんこちゃんっすね。騎士も言ってるもん、のんこちゃんいいよって。ルメールちゃんがルメールちゃんいいよって、ね、のんこちゃんいいよって。はい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 。じゃあ番組の最後に改名買おうか、言おうか。そうっすね、ということで一回これはとりあえず、ね、みんな明日一番ね。明日みんな買おう、うん、多分当たるから。そう、うん、多分当たるから。まだ 100% とは言い切れないけど。名前がいいやん、のんこの夢って。のんこちゃんだよ、だってのんちゃん。ほんのんこちゃんやべえっしょ。競馬だとどれぐらい金かける。まあ、いや、この企画は1万円でどれだけ増やせるかなみたいな。先週あれですもんね、1万円かけて23万円だっけ。そう、23万円になったの。なりましたからね。はいはい。1万円が23万円になったらみんなハッピーでしょ。うん、うん、マジですね。まあそれでみんなで楽しくご飯を食いましたから、僕らは。はい、わけわからん。わけわからん。温野菜ってな。温野菜って。一番高いコースだもん。競馬すごいし、何食べたの？しゃぶしゃぶですね。はい。とりあえず高い肉全部頼んだったっすわ。で、俺は全員遅刻したな。全員遅刻。きっちり遅刻したね。びっしり。競馬か。でも馬肉って食べづらくなるね、競馬してたら。そうっすね。なんかちょっとかわいそうになっちゃう。うん、やっぱり頑張って走ってますからね。じゃあそろそろ今日の企画いく？やす。もうできた感ありますけど、大丈夫ですか。だいぶね。だいぶできた感ありますけど、ほんとに、うん、え、競馬は何、あー、何食べてんすかね、馬は。馬は草じゃない、人参とか。リンゴとか たまに混ぜて食べるらしい。そのまんまなんすね。人参とか食べてるんですね、やっぱり。みんな知ってんのかな、ディープインパクトぐらいかな、知ってんの。あー、ディープインパクトはみんな知ってんじゃないですか、やっぱりね。ね、俺でも分かりますからね。でも今週こんだけ言ったらかけてくれるかな。多分っすよね。でもやっぱり外れたらもうこの企画終了ですから。外れたら俺もシャットダウンして。シャットダウンすごく終わりですからね。やっぱりね、まぐれやからな。確かに。でもすごいっすよね、こうやって当てるっていうのはね。終わりですよ。外れたらもう終了なんでね、もう二度とやんないですね。名前忘れたけど、その当たったレースの時になんかいつもはこのゲートから出てこない不良の馬がいたらしくて。ゴールドシップ。あ、そうそう、
その馬がゴールドシップっていう馬がゲートが出た瞬間もう会場ざわめきついて、うわ出たみたいな不良の馬がね、すごい気持ち悪い。先週もだって言ってたもんね。そうですね、その馬が走っててスタートした瞬間に出たーってみんな言ってたけど、普通に走ってるだけやからね。ただ走ってた、ね、やっぱ気分屋だった、うん、あいつは不良だった、全然あかんかったね、うん、ただのジョギングだったね、真っ白な馬でもフォルムめっちゃかっこよかったっすけどね。白馬、白馬ちゃん、なんか白馬って人気あるよね。武豊っていう騎手知ってる、知ってますね。まあ出ますからね、来週、来週いや、こんなんて名前出していいんかな。あ、いいか、もちろん、あ、いいか、大丈夫じゃないですか。武豊、明日だね、明日、明日、うん、買いましょう、明日は競馬ですわ、うん、3時半までに勝ったらいいんかな。レースが、出走が45分やから40分か。最近お金ばっかりかかるからね、やっぱり競馬で当てないとね。そう、みんなでね、趣味すぎて1割でいいから使ってほしいから、やっぱりね、うん、クラブフェスタはみんなで楽しくお金を稼いで楽しくそのまま飲んじゃおう大作戦。最近のおすすめ騎手は、最近のおすすめ騎手は誰なんですかね。誰ですか、おすすめ誰やろ。ライアムーアちゃんあームーアちゃんすか。もう見てる人いよいよ意味わかんない誰やねんライアムーア言われてまあまあ確かにね、そうそう、誰なのってなりますよね、本当に。俺ですらわかんないからね。でも騎手ってモテるやろね。どうなんすかね。すごいモテる、モテます騎手っすよ、うん。今日のファッションチェック、いやいや違う、なんかちょっと服がこれさ、毎週これ着てない今思ったら毎週ええついてない、気のせいかな。ジョンソンさん、うん、巻き場をね、巻き場を、急に巻き場を、え、誠ですけどルノワールつきましたちょっとじゃあ僕迎えに行ってきましょうか。そうやね、じゃあちょっと失礼します。ウケるなあいつ、おもろ。いや、うちのちょっと新メンバーが、いや、初めて単品喋るな。みんな競馬好きなのかな、好きかな。何しよう、明日の予想でも一人しようかな。じゃあとりあえず改名を発表しようかな。これアップできます、はい。これとりあえず明日のやつメモってね、スクショしよ、スクショ。これスクショしてね。こう？こうか。はい。はい、ということでね、戻ってまいりました、わっしょい。ほんで、ちなみに、これか。おー。さあ、ここは急にですけど、ゲストをお呼びしましょう。まこちゃんです。のん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 このゆめちゃんですよかった、走ってきた。てか、俺一人だ瞬間にほんまに勉強でしたね一番苦痛な時間やったわいただきます。まあまあまあ、よいしょ。まあまあまあ、のんこちゃん来た、のんこちゃん来たよ。これがのんこちゃんですよ。のんこちゃん、これがね、明日走りますからね。走らなさそうやな、お前。明日走りますからね。早いからな早いからなまあ15分もかかってるやん、ここいや、あんたが1回で言うから嘘、1回って言った。新人、新人ではないですかねはいはい、せっかくさ、この紙あんねんか、なんかしようか。確かにね、お絵かきでもします。お絵かきっていうか新人じゃない、新人じゃないね、うん、もう何年ぐらい、何年もまだフェスタになってないですか。フェスタまだ1年。栄新光、久々に聞いたね、なんか栄新光いたね。何しようか、じゃあ大喜利大喜利行こうか。大丈夫大丈夫、大喜利行こう。大喜利あれ使いましょうよ、じゃあ。え、四国いきなりやったもん、今呼ばれたばっか。大喜利できるよね、みんな。できるんじゃないですか。テーマ行こう。これ行きましょう。いただきます。何それ、何それ。いただきます。何それ、何それ。お絵かきセットです。あ、お絵かきセット、はい、お絵かきセットです、これが。いいね、タイミングで CM 今でまた1分後、さよならさよなら、どうぞ。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは、
歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。大喜利っていうか、まあちょっと馬の話は一旦置いといてですね、お絵かきを始めようと思って、この中で誰が一番絵心があるのか、ドラえもんを描こうと思います。で、皆さんでね、これはちょっと判断してもらおうか、誰がうまいかね。あ、そうやね。ドラえもんでいっか。ドラえもん、イケメン、どこ。イケメンはちょっとここぐらいしかいないかな、今日僕のすっぴんなんで。ドラえもん描きましょう。ドラえもん、ドラえもんね。ドラえもん、ドラえもんなるつけました。また誰がついるなんついたの。もう書いて OK ですか。ゲストカモンやけどね。OK だよ。ドラえもんって形になった。マルマルスマルス。形だよ。ドラえもんの形わかんないって重症っす。参加遊び入り OK ですよ全然。一般の方でもどうぞ。え、ドラえもんってこんなんだったよな。ドラえもんってヒゲあったよな。ヒゲあります。ありますね。予想誰やろね。違うか。え、ドラえもんの目ってどんなん。あ、よし、わかったぞ。絵心ねえな、俺。のび太くんはむずすぎる。むっちゃのドラえもんだけど。なんか鈴があったよね。あ、そうだ、鈴だ。鈴があったね。俺ら鈴つけてんのに鈴書いてなかったわ。あ、俺できた。誰もできた。できた、できた。鈴あった。誰から行く？誠から行こう。せーので行きましょう。せーので。あ、せーので行く？はい。せーの、ドン。映ります？ドン。あ、映ってますね、多分。カメラ近づけたら。ちょ、待って。レイさん、アンパンマンとドラえもん合体してる。レイさん、アンパンマンとドラえもん合体してるって。そんなことあるんすか？え？なんで？これやばい。なんでなの？これやばい。間違ってる？これやばい。ヒゲもあるで。これやばい。これはひどい。これやばい。アンパンマン。これドラえもんじゃないの？ドラえもんが。それはやばいっす。これやばいっしょ。これやばい。これドラえもんじゃないの？ドラえもんじゃねえよ。アンパンマン。なにこれ。これやばい。それはやばい。これやばいっしょ。これタケコブタが足りんのちゃうの？これタケコブタ。なんいろんなのもらってる。頭に変なの刺さっとるし。ほら、ほらドラえもん。あ、これ誰？これ誰？中国的これ誰が一番似てるドラえもんっすね。絶対僕が一番上手い自信がある。絵心はあるんは俺やろ。あー、誠かな？誠だね。誠ですね。2015っていうのがずるい。2015ドラえもん2015ですから。よし、じゃあ次ミッキー行こう。ミッキーマウスってどんなん？じゃあなんかさ、あれないの？なんかこう言うんですよっていうのを出してくれんとさ。いや、ダメっすよ。それは頭の中で考えないと。レイさんはドラパンマン。ドラパンマン？ミッキーマウスどんなやつっけ？ミッキーマウス？ミニーでもいいの。まあ似たようなもんなんで。ちょっと横見るのなし？なしっす。マコトがだってさ、見えそうやもん。いや、ミッキーはほんまにむずい。やばい、枠に収まりきんない。ミッキーマウス、ミッキーマウスはむずいっすね。あー、三角のやつや。どうしたどうした。ちょっとわかった気する。降りてきた。え、違うくない。え、横からでも OK？ 横からでも OK やんな。違うかな。ミッキーも、あ、これ俺買ったな。ミッキーもヒゲあったよね。これ俺もらったっしょ。
あ、ミッキーはあれか、先端にヒゲや。よし。先端にヒゲって何？先端にヒゲってなんすか、レイさん。これ来たっしょ。収まりきってないけど、俺。ピンクはあかん。三角。できました、はい、僕できましたよ。はい、オッケー。ね、はい。三角、え、耳がない。おい、耳だけつけ出して。やばい、やばい、がない。マウスやのに耳がない。あ、見えちゃう、口か、あれ。よし。自信あるわ、でも。はい、いきます。せーの、ドン。俺っしょ、え、ちょ待って、レイさん、レイさん、ちょ待って、まことよ。俺っしょ、これ。これ俺でしょ。レイさん、な、それ。いや、どう見たらどうなるんすか。それ、なんすか。これは何これ、俺でしょ。これは俺でしょ。これ俺でしょ。ちゃんとアップでちょっとやって。あ、アップしてもらえます。あ、なんかディズニーって書いてる、ずっとね。これ俺のこれ何、これ何、これ何、目どこ、ね、これ何、目どこ、どこ、目どこ、これ目鼻やど鼻鼻やこれ俺でしょ、これは俺でしょ、これ俺でしょね。あ、じゃあこれ俺でいい、これ俺部門でしょ、これ。じゃあ他もう一丁、リベンジ。ミッキー難しいわ。レイさん、絵心なさすぎるでしょ。じゃあリベンジしよう。ちょっと、なんかないっすか、他。ないっすかって誰に。誰によ。なんか、ミッキーは難しい。なんかないの。もうちょ、俺でも分かりやすいようなやつない？しんちゃん。しんちゃんは簡単やな。いや、むずいです。武田鉄矢いいね。武田鉄矢かっこ。あ、武田鉄矢ね。武田鉄矢ってどんな。武田鉄矢。帽子かぶってたの。シンガーですよ。知らんすか、武田鉄矢。ああ、オッケーオッケー、武田鉄矢行こう。よし、俺これ多分もらったな。あ、これは俺も分かるわ。人間やろ、一応。人間っす、人間っす。これ武田鉄矢でしょ。あ、消したい。武田鉄矢って前髪あったっけ。分けてますね、確か。あ、分けてる、分けてヒント分けてる。はい。どっちに先端分けですかね。メガネかけてたよな。いや、多分かけてない。メガネかけてたって。マジですか。こんなタラコ唇やった。え、タラコ唇？いや、わからんす。よし、できた。これやばいな。これは武田鉄矢じゃねえな。難しい。はい、オッケー、完璧や。よし、来た、できた、できました。せーの、ドン。え、レイさん。レイさん、レイさん、吉本に出てくる人。これ誰も誰だか分かんない。じゃあ、ちょっと誠からアップでいこう。じゃあ、一つずつアップでいこう。アップでいこう。一つずつアップでいこう。誠からいこう。うわぁ、こいつ教師じゃねえだろ。いや、俺行く。いやいや、レイさん最後。次俺ほら、これっぽいっしょ。ほら、また文字ばっかり。はい、じゃあラストレイさん。俺て、徹夜って書いてる。誰やヤツが流してるって言うから。違う、髪の毛流してる。いや、流してセンター分けてね。流してるってことですよ。嘘、これ誰だ、ヤツ似てる。じゃあ俺で、よいしょ。これは徹夜って書いてる。徹夜って書いてても。いやいや、違う。よっしゃ、危ない。でしかない。よし、ラスト行こうか。ラスト行くよ。ラスト行こうか。ラスト行く。ちょ、お題出して、みんな。お題いいよ。お題欲しい。お題がもう分かりやすいやつにしよう、みんなで。サザエさん行こう。サザエさん、サザエさんいいね。そう、思い出せねえぞ。ラストはディープインパクト。むずむず全部一緒。どうします、サザエさん行こうか。サザエさん行きましょう。サザエさんやね。サザエさんってちょっと髪型だけ教えてや。パンチパーマや。あれ、やばいかも。あ、でもいいかもな。サザエさん、ヒゲあった？ヒゲない。サザエさん、ヒゲないです。あいつ、全部丸かった気がするんだよな。あー、わかるわかる。やばい、やばい、やばい。モンスターズインコに出てきそう。
これや。あ、そっか。サザエさん、やばい、サザエさんの目が出てこへん。サザエさん、丸め、丸め。お。俺これやばいかも。レイさんみたいになっちゃったこれ。これ絶対やばい。あ、いいね。これやばいぞ。やばいやばい、ヒゲ生えとる。サザエさんヒゲ生えてたから。やばいやばい。じゃあこれもう一回一人ずつ行きましょうか。はい、まこちゃん、まこちゃんから行きましょう。僕から行きますか。まこちゃん、はい、どん。あ、うまい。ぽい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 。これぽいうまい。俺行くで、俺行くで。みんなまるこちゃんじゃん。行きます。また何だその2015って。俺も2015買ってる。はい、レイさん、レイさん2015いらない。サザエ2015。アニメが変わってるこれ。これはやばい。これはもう言うまでもなく誠ですね。似てるやん。俺一票ないの。違う。博士太郎とか言って。ほんまや、博士太郎。俺分かった、マルコちゃんや。マルコちゃんうまいさ。マルコ、マルコちゃんめっちゃうまいで。俺多分もうかけるもん。ちーまるこちゃん、やば、こんなんじゃないよね。難しいな。まるこちゃんの顔が出てこない。やばい、1分前っすよ。これで締めくくりっすよ、レイさん。オッケー、1分前か。ナイトチューみたいな紹介、先着3組無料なんと、あとは明日ハズレ馬券持ってきて、ハズレ馬券って外れんわ。馬券持ってきてくれたらセット無料なんで1時間。ちょっと無理してでも買ってください。1万円ぐらい、2万ぐらい得するのかな、セットやったら。そうですね。1、2万得するんで。じゃあラストバチンといきましょう、みんなで。バチンとね。はい、まずは、はい。僕から。誠、ドン。ドン。うわあ、おじちゃん。これマルコちゃん。はい、じゃあ俺行きます。うん、馬券持ってきてくれたらいいんで。はい。ドン。2015。2015です、これは。はい、はい、ラストドン。はい、マルコちゃん。はい、マルコちゃん。はい、ということでね、クラブフェスタこの後も営業しますので、ぜひ時間があったら皆さん、飲みに来てください。マルコちゃんヒゲ生えてた。ヤスト、レイト、誠でした。ありがとうございます。バイバイ。馬券持ってきてね。馬券買ってね、ちゃんと。バイバイ。いや、そのいけびくびくしててはつかめないような方を吐くいしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。